始まりました、アラベルチャンネルです。ヘアメイク家のカリンです。美容師家のコウキです。今回の動画は原宿の美容学生がドンキでリピート買い商品やおすすめ商品を1万円分購入してきたので紹介していきたいと思います。普段使っている美容用品やおすすめの雑貨などを買ってきたので紹介したいと思います。それではやっていきます。ショー、まずは僕の商品から紹介していきたいと思います。1つ目の商品はエンゾットのシアミルクです。こちらよくリピートして買っているので皆さんにおすすめです。これはどこに使うミルクですか？これは髪の毛をアウトバサの時に使う商品で、うん、めっちゃ髪の指通りとかめっちゃ良くなります。どのぐらいの時期から使ってる？高2か高3の時からずっとこれを使ってます。今度買います。ぜひ買ってみてください。2つ目の商品はこちらの魔女工房の美容液です。こちらは以前から買いたいと思っており、今回買ってみました。なんかインスタグラマーとかがよく紹介してて買ってみたいと思って買ってみた。どんな効果があるの？どんな効果美肌になるらしいんで、最近肌の調子も良くないんでこれ使ってよくしてみたいと思います。3つ目の商品はこちらの歯間マスクです。こちらは肌荒れした時などに使うのがおすすめで、シート状になってて顔につけるんですけど、結構高校生から大学生とかに人気だと思います。ぜひ買ってみてください。それ私も持ってる。めっちゃいいよね。めっちゃいいです。肌荒れた時など使うのおすすめです。ぜひ買ってください。ぜひ買ってください。4つ目の紹介はこちらのニベアのハンドクリームです。美容師家なのでシャンプーなどすると手荒れが強くなったり、冬なので気になって買ってみました。シャンプーするもんね、美容師家って。めっちゃシャンプー毎週やるから予防した方がいいよね。ちゃんと予防しないと。5つ目に紹介するのがドン・キホーテで売ってるトマトのパスタのソースです。こちら初めて買うんですけど、普段から料理するんでちょっと使ってみたいなと思い買ってみました。どのぐらいの頻度で料理するの？基本ほぼ毎日自炊してるんで毎日してます。じゃあ今日の夜はパスタで作ってみたいと思います。6つ目は自分が好きなお菓子を買ってきました。誰もが知ってると思うんですけどとても美味しいです。あとメントスとハイチュウ買いました。以上です。次に私やっていきたいと思います。1つ目はミツエイのホワイトフレグランスムスクの柔軟剤です。こちらは、ドンキによく行く人ならわかると思うんですけど、500円でいっぱい入っててすごいいい匂いがします。いつもこれ買うの？いつもこれ買う、行ったら。ホワイトムスク好きなんだ。ホワイトムスクの匂いが好きなんですけど、その中でも一番いい匂いです。みんなぜひ買ってみてください。2つ目の商品はチョコボールのパフです。メイクするときにちょっとでもパフが可愛い方がテンションが上がるかなと思って買いました。キョロちゃんめっちゃ可愛いね。よく買うんですか？よく買わないですこれこれは、友達と行ったんですけど可愛いねってなって買いました。確かに可愛い。3つ目はヴィーナスアイボーテのカラコンです。色はアイビーヘーゼルです。私は、カラコンを毎日するんですけど、1週間のやつを使ってると目が痛くなっちゃうのでワンデーがおすすめで、緑のカラコンが漏れます。いつも緑のカラコン使ってるの？緑が多い。おすすめの色は緑？おすすめの色緑です。ぜひ買ってみてください。4つ目の商品はプリウス王カラーシャンプーのピンクです。今オレンジの髪なんですけどピンクに染めようと思ってるので先取りして買っちゃいました。めっちゃいいね。でも初めて見るピンクシャンプーだ。 YouTuber の人がおすすめしてて、黒髪とかでもちょっとピンクになるみたいなのを言ってたので、ピンクにするときはぜひ。いや、そうですね。ピンクにするときはぜひ。と5個目いきます。サンリオの前髪につけるピン買いました。メイクするときに絶対前髪を止めなきゃいけないので。使ってる子結構いるよね。いろんなシリーズつけますか？メイクするとき基本メイクしないんであんま使わないです私メイク毎日してるので使います。6個目に行きたいと思います。 AZTK って言ってドンキのブランドの安いめっちゃファンデがあるんですけど、これ500円ですごい安くて崩れにくいのでおすすめです。ずっと売り切れてて残りの1個だったので。すごい。ぜひ探してみてください。7個目に行きたいと思います。
7個目はこちらです。ジルリーンの涙袋に使うコンシーラーを買いました。こちらは初めて買うんですけど、友達がすごいおすすめしてていいよって言ってたので買いました。知ってますか？いっぱいあってわかんないいろんな種類あるよね。いろんな種類ある。この中でもそのコンシーラーの中でも人気です。8個目に行きたいと思います。ビセのアイライナーのバーガンディ。ヘアメイク家なので今度スチールコンテストがあって、それで使いたいんですけど、あんまり売ってなくてすごい探して買いました。この色あんまり見ない。それはどこに使うの？手にペイントをしたいんですけど、作品撮りで、その時にアイライナーでやろうかなって思って、あんまり見ない色なのでビセのがおすすめです。9個目に行きたいと思います。9個目はペンケースなんですけど、メイクするときに筆を立てたくて筆箱を使おうかなと思って伸びる筆箱を買いました。メイク家だとやっぱ筆使うこと多いんだ。筆使う、毎日使う。美容師家だと本当に使うことがないから新鮮の。新鮮。10個目に行きたいと思います。10個目はちょっと食べ物を買ってみたんですけど、干し芋とドンキの梅干しと芋のチーズを買ってみました。見たことないね。見たことない。初めて見る。美味しいの？美味しいって友達が勧めてくれて買いました。今度買ってみよう。今度買ってみてください。これは結構よく買います。これは初めて買ってみたので食べてみたいと思います。最後はこれはコウキ君にプレゼントしようと思って。ありがとう。中にいっぱい入ってる飴を可愛いなと思って見つけたのであげます。ありがとうございます。めっちゃでかいね。でかい。5種類の飴入ってます。皆さん買ってみてください。皆さんいかがでしたでしょうか？この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。